はい、今回はですね、やる気についてご紹介したいと思うんですけど、やる気って実は2種類あるってことを考えたことはあるでしょうか。よくね、やる気っていう言葉に関して使われる言葉は何かっていうと、モチベーションっていう言葉だと思います。で、モチベーションを上げていこうぜってことをよくね、話の中で使われると思うんですけど、モチベーションってやる気の中の一つに過ぎません。そして多くの方がモチベーションと使う、このモチベーションの本当 の意味っていうのはこういう言葉で表現されます。はい、外発的動機って言われています。外発的というのは何かっていうと、外側にきっかけがあるっていうことです。例えば皆さんが、今だったら誰なんでしょうね、ちょっと私もあまり詳しくないんですけど、ミスターチルドレンとか AKB とか、そういった人たちのライブに行きたいと思うんですか。で、そのライブに行くために、もう今ちょっと頑張ってお金貯めていこうって思う時のやる気ってモチベーションなんですよ。でも本当だったら、AKB のライブとかミスチルのライブ、自分が好きなアーティストのライブに行くためにではなくて、そのライブに行くのと同じテンションで目の前のことに当たれたらすごくいいと思いませんか。それが実はもう全くノーストレスだ。こっちはもうストレスフルですけど、こっちはもう絶対にストレスフルになります。で、そうならない成功者の方々が使うような、やる気っていうのは実は、ね、モチベーションとは言わないですね。別の言葉を使っています。これはドライブっていうものです。もちろんドライブっていうのは私がつけた名前ではなくて、ダニエル・ピンクという方が、モチベーション 3.0 という本の中で出された言葉です。ドライブで、こっちはもちろん外発的動機に対応して、こっちは内発的動機と言われています。内発的ということは、内側にもう自分自身にそのやる気の源泉があるということです。なので、こっちはノーストレスになります。で、そんなうまい話はあるのかって思うかもしれませんけど、実はあるんですね。なぜかというと、こっちっていうのは要するにやらなきゃいけないことに対して使うやる気なんですよ。なので、例えば自分は A ということをやりたいけど、 B の方を周りはやらせるわけですよね。例えば子供たちで言うと、分かりやすいのは、自分はもっと自由に遊びたいのに勉強しろって言われるわけです。で、勉強しないと成績上がらないし、成績上がらないとみんながよしとしない。つまり本当はしたいことが他にあるのに勉強しろって言われるんで、モチベーション上げる人が出てくるわけですよ。自分のしたいことじゃないから、したくないことをやってる時点でもうストレスフルなんですね。で、そうすると本気出せるわけないじゃないですか。この状態でずっと自分にあれもやりたい、これもやりたいのにね、我慢してこっちやってるっていうテンションのままだったら、ブレーキかけ続けて勉強を無理してやってるような感じになっちゃうんで、そういう場合はストレスフルです。でも、こっちの人たちのドライブっていうやる気は何かっていうと、もうやりたいからやってるんですね。それをやらないと気が済まないんですよ。で、例えば勉強にもそうだけども、勉強に対して、例えば、ね、最近私も分かってきたんですけど、数学の神秘性とかね、宇宙の偉大さとか、なんかこうブラックホールと宇宙の起源は実はすごく状況が似ている。つまりブラックホールを研究し追求することが宇宙の起源を知ることにつながるみたいな、とか古典力学で、惑星の運動とかね、私たちの体で感じている重力といったものは理解できるんだけれど、もっと目に見えないミクロの世界に行って素粒子とかっていうのを扱おうとした時に、そういったミクロの世界ではこれまでの物理学っていうのは通用しない。つまり古典物理学とは異なる量子力学っていうものを別に設定して、そこで紐解かないといけない。そして最終的には古典物理学と量子力学っていうのは、もともと宇宙が一つだったように、その二つは同じルールで結びつかれているはずなんだっていう物理学者たちの確信に見えたものがあるわけですよね。で、そういったものに見せられる天才たちの数奇な運命とかっていうのはすごく面白い。で、そういったことに魅力を感じて、じゃあ自分も数学勉強しよう、理科勉強しよう、ね、科学勉強しようっていったように、内側からやりたいものとして勉強が結びついていくと、こっちになるんですよ。だから、こっちで頑張ってるっていうのは、やりたいことやってるから楽しくてたまらない。ゲームをやってる時と一緒のテンションです。ミスチルのライブに行くのと同じテンションで勉強できてるんです。で、私も当時それを、知った時に、結局勉強のことをモチベーションで頑張ってたんですね。でもそんな頑張り方をずっと続けていきたくないなと思ったんです。で、その時にじゃあどうやったらね、あの成功者たちのこう内側から吹き出してくるようなやる気 にこう自分もなれるのか、ああいったやる気で勉強に取り組むにはどうしたらいいんだろうってところで、実はドライブっていう存在に行き着きました。
でもちろんこれっていうのはあの目標の種類が2種類あったように目標の立て方にも大きく影響してきますし、なおかつこのやる気っていうのはもちろんやる気全ては私たちの意識や精神や感情や思考っていうのは全て脳から来てるので、やる気のコントロールっていうのは脳を知ればできるようになる。で脳の構造を知る時の超絶な、ね、アドバンテージっていうものは、他の動画でもご紹介しましたけども、全て私たちの全てをコントロールしうる要素がここに入っているので、脳を知ることでもちろんやる気も分かるし、記憶のメカニズムも分かるし、もう自分の人生を豊かにしていく方法も見えてくるわけですよ。なので今回はちょっとやる気についてお話ししましたけど、皆さんに意識してほしいのはやる気っていうのは2種類あって、ほとんどの人はこのモチベーションっていうものを無理やり引き上げて頑張ろうとしてる。でも本当だったらドライブっていうやる気を自分で使いこなして、勉強に対してもノーストレスで、もうなんだろう、ブレーキをかけずに本気モードでね、自分の 100% をね、出し切れるような勉強の仕方がドライブを使うとできるので、そのことをぜひね頭に置いておいてほしいです。でこれを実現するためには、皆さんがモチベーションで頑張っているような今の状況をドライブで頑張れるようになるためには、脳の構造をして脳のコントロール方法をすれば見えてくるっていうのがまたね大事な話になってくるので、ぜひこのことをね覚えておいてください。こういったことを本当は学校の教育でやってほしいんですけど、あんまりねこういう話は学校では聞いたことがないと思いますので、ぜひねやる気には2種類あって、皆さんがねいやいややってる勉強も実は脳をコントロールすることで、まあ自分がやりたくてやってるものに変えることができるんだっていうことをね覚えておいてください。私もそれを実感してものすごく人生が豊かになりました。ぜひこのやる気の話覚えておいてください。